サディカー、こんにちは、のぶーです。今日から11月1日金曜日です。ということで、このバッグ何かわかりますかね。アメリカ軍基地です。キャンプキンザーの中です。これが見えるということは、今こんなところにいます。パルコシティの駐車場内です。今日はちょっとこちらでイベントの買い出しです。 Facebook にイベントページあるんです。概要欄に URL 貼っときますが、そちらの買い出しにやってきました。パルコシティの駐車場から結構眺め綺麗ですよね。めっちゃ基地のこの住宅街が見えますが、綺麗です。そしてめっちゃいい天気です。そして以前も多分映画来た時かな、映画見に行った時にこの辺の景色は見えましたが、何でしたっけ、名前が出てこない。あの辺の海が結構綺麗なところです。橋も綺麗です。そんなことはさておき、早速買い出し行きたいと思います。中に入ります。最近お決まりの映画館とかがある駐車場は5階。そして中に入るとシネマとかがある3階から入ります。いろいろやってますね。そしてゲームセンター、平日さすがにガラガラですね。今日は子供と一緒に遊びに来たわけじゃないので、ちょちょっとお買い物して、でもちょっと甘いもの食べたいなとも思ってるんで、おやつしようかな。それではとりあえず目的のものを最初にちょっと見に行こうかなと思います。ということで、じゃーん、目的物ありました。こちらです。こちらの激辛超超超大盛りギガマックスペヤングをいただきたいと思います。普通に大きいのがめっちゃまだ大量にあるの、やっぱりこちらを買っていくんですが、すぐ買わなくても売り切れることはなさそうなので、とりあえずどっかでおしゃれします。なんか美味しいのあるかな。こちらゴンチャさんに来てみました。土日いっぱいなんですけど全然空いてますね。こちらでタピオカいただきたいと思います。何にしようかな。メニューそこにあるな。ほうじ茶ミルクティーミルクフォーム、以前タピオカミルクティーの特集動画作りましたが、一応概要欄に URL 載せときますが、この時は完全に同じメニューにしましたが、今回は同じメニューじゃなくてもいい気がする。何がいいかな。ブラックティーとか美味しそうですけどね。これはでもタピオカ入ってないのか。タピオカはミルクティーか。でもタピオカに合うの。ブラックミルクティーパールタピオカ、これがおすすめなの。ミルクフォームジャスミングリーンティー、こっちもおすすめみたいですね。490円。どうしようかな。美味しそうです。よく見たらタピオカはオプションなんですね。おすすめがこうなってるんで、ブラックミルクティー、ブラックティーのミルクティーですよね多分。ブラックティーっていうのが、まあ、普通に紅茶なのかな。ウーロンミルクティーもめっちゃ悩む。決めました、行きます。じゃーん、ブラックミルクティータピオカ入り、こちらです。ちなみにこちらのお店、なんとなく席で食べようと思ったので席で普通に食べるって言っちゃいましたが、席で食べると消費税 10% 当然なんですけど、持ち帰ったら 8%。 持ち帰ってもこの周りにちょっとした食べる場所あるんで、食べる場所というよりまあちょっとくつろぐ場所ですけど、そこで飲んでれば 8%なんですけど、ほぼここの店内ってなんか外のような中のようなっていう感じですが、 8% じゃなくて 10% 払ったので、ちょっとのんびりさっきの激辛買わなきゃいけないんですが、ちょっと作業しながらゆっくりしたいと思います。ということで、こちらゴンチャさんいただきます。うんうん、なかなか美味しいです。でも僕はあそこが好きかな。ライカムにあったコイティ、あそこが好きかもしれないです、うん、でもお茶が美味しい、うん、タピオカはコイティが僕好みですね。コイティはさっき言ったタピオカシリーズの動画で飲んでるんで、もしよかったら見てください。しつこいですね。
ということでちょっとゆっくりします。あとそういえばここ一応普通の JAL カードを使ったんですけど、 IC カードを置いてあったら何が使えるのかよく分からなくて、ちゃんと提示しといてほしいですね。いっぱい選択肢がある人は何を使えば悩むんで、ぜひどこかに表示をしていただくとありがたいですが、多分楽天ペイとかも使えたんだよな。何かちゃんと聞けばよかったけど、何使えますか的な雰囲気は出したんですけど、何も言ってくれませんでした。まあ自分でちゃんと聞けっていう話ですが、まあそういう文句は置いといてゆっくりします。ですということで、こちらベガヴァンガードさん買いに来ました。店内にいっぱい焼きそばメーカーはいっぱいありました。そして大きいのはありましたが、沖縄マックスゴーヤーとかあるんですね。こんなのもあるんですね。初めて知りました。魚介マックス、なんか知らないのが意外といっぱいある。ということで、激辛3つにマヨネーズはこれお土産で1個で、ペヤング、焼きそば、ホットプレート、こちら買っていきます。購入しました。これが重たい。こちら購入しました。めっちゃでかい袋、めっちゃ袋でかいんですけど、こちらで買い出し完了です。今回のこのイベント、ちょっと概略URL に貼ってるって言いながらお話しさせていただくと、先ほどの激辛ギガマックス1個食べて2000カロリーを超えるペヤングを、ただ単に360度カメラをみんなで囲んで楽しく食べようっていうイベントです。こちら1個だいたい500円ぐらいするんですけど、イベント参加費も500円です。なんと今回場所代もよくお世話になっているリハグさんが場所を提供無料でしていただくことになったので、場所代も必要なく、物代も基本的に僕が買い出して、その手間賃とかも特に、まあ、ちょっと実際には400いくらだったの、499円98円それぐらいですか、税込みでほぼ500円なので、特にこれで利益を取ろうとは思っておりません。ただ単にみんなで楽しく遊べたらなと思ってます。なのでもしよかったらこの動画見て、沖縄県在住の方、もしくは沖縄県在住じゃなくても、これを目的にさすがに沖縄来る方はいないと思いますが、もしよかったらイベント参加ください。一応申し込み期限どれぐらい残ってるのかなっていうのが分からなかったので、昨日まで期限一度切ってやってたんですけれど、この動画をアップする頃にはまた募集再開しているので、まだまだ余ってたので大丈夫そうなので、また募集再開してイベントの参加を募ろうと思うので、もしよければご参加ください。というかぜひご参加ください。360度カメラとかも、もしそういうのに興味ある方もぜひ参加してみてください。首里城もバーチャルで見れるっていうことも、これアップする前に動画そちらのアップしてると思いますが、そういった360度カメラ VR の楽しみ方っていうのも、興味ある方は詳しくでも説明させていただくので、もしよかったらそういった機会もぜひあるので、もしよければご参加ください。ということで今日はこちらで以上です。ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。サワディーカ、バイバーイ。